ジュゼッペ・ガリバルディは、イタリア統一運動を推進し、イタリア王国成立に貢献した、軍事家である。イタリア統一を進めるため、多くの軍事行動を個人的に引いた。ヨーロッパと南米での功績から、二つの世界の英雄、とも呼ばれ、カブール、マッツイーニと並ぶ、イタリア統一の三欠の一人とされる。1860年、先人隊を組織して、 シチリアの反乱を援助し、両シチリア王国を滅ぼした。その後、征服地をサルデーニャをエマヌエー・レビットーリを二世に献上して、イタリア統一に大きく貢献した。その後は政治家となることなく、余生をカップレーラ島で送った。ガリバルディは1807年、オクシタニアのニースに生まれる。彼の両親はそこで海上貿易に携わっており、彼も常に、 海の上で育った。1832年には、小船隊のキャプテンとなる。1833年4月、ガリバルディの船は、ロシアの海港、多ド独に10日間ほど停泊した。荷を下ろしている間、彼は街を歩き、そこに住む人々を訪ね、そして港の小さな宿で夜を過ごした。そんな宿の一つで、彼はイタリアからの政治亡命犯で、 青年イタリアのメンバーであるジョバンニ・バッティスタ・クーネオと出会う。これを機にガリバルディは青年イタリアに参加し彼の人生をオーストリアの支配を受ける祖国イタリアの自由のために戦うことを誓った。1833年11月、ガリバルディは自由な共和国の建国を目指す運動家のジュゼッペ・マッツィーニとジェノバで会見する。ここで 青年イタリアへの参加を認められ、同時に秘密結社カルボナリにも加わった。1834年、彼はピエモンテの共和制を求める反乱に参加したが、失敗する。フランスに亡命し、その後中日へ出発した。1836年、ガリバルディは南米への航海をした。そこで彼は、ブラジルの羊飼いの娘、アニータと出会い恋に落ちる。 そして1842年に結婚した。その後ブラジル南部のリオグランデドする州の独立戦争に義勇兵として参加し、そのままウルグアイのコロラド島大統領を古くと嘘、リベラに雇われて大戦争に参加した。大戦争ではアルゼンチンのコリエンテス州をウルグアイに併合し、損ねるというような失敗もあったが、そこでデディラ戦術のスキルを身につける。 彼は傭兵術に長けており、カリスマ性もあったことから部下の信頼を勝ち取り、彼もまた自信をつけていった。後の南米の革命時、チェゲバラも彼の戦術を学んだと言われる。ローマ共和国軍機ガリバルディは1848年の一連の革命騒動を聞きつけてイタリアへと帰国した。革命はイタリアにも波及し、マッツイーニの指導によって、 ローマ共和国が成立した。ナポレオン三世はこれを倒すために軍を送り、これに対抗するためガリバルディはローマ防衛の責任者となった。フランス軍はローマの強奪者たちを軽んじていたが、ロンバルディアやピエモンテ、リグリアから派生参じた義勇兵たちとガリバルディは、テベレ川西岸のバチカンの南で起こったローマ大学の戦いにおいて、ジャニコロ級でフランス軍を破り、 敗走させた。しかしマッツィーニが追撃に反対したせいもあって、体制を立て直したフランス軍は、数に任せて、攻勢を繰り返し、ローマを包囲下に置いた。1849年6月30日、マッツィーニとガリバルディは、アペニン山脈に退いての敬戦、ローマ市街地での玉砕、フランス軍への降伏の三択のいずれを選ぶか、協議した。ガリバルディは、 我々がどこに退こうとも、戦う限りローマは存続すると公戦を主張して、7月2日に4000人の兵士を連れて、ローマを脱出した。7月3日、ローマに入場したフランス軍は、強行領を復活させて、ガリバルディ軍に追撃の軍を送り、ガリバルディは北イタリア各地を転戦しながら残る、独立共和国ベネツィアへと向かった。スペイン軍、フランス軍、 オーストリア軍、ナポリ軍の追撃の前に多くの兵士が倒れ、ラベンナの近くで妻のアニータも戦死した。わずかな生き残りと共に、ピエモンテ領内にたどり着いたガリバルディであったが、サボイア家からは支援を拒まれ、海外に逃れるように進められた。1850年、渡米してニューヨークの市民となり、アントニオ・メウッチが経営するスタテン島のろうそく工場に招かれて、 運営を手伝ったが、ほどなく再び戦いに身を投じることを望み始めた。その後、船を手に入れ、ジュゼッペ・パーネを名乗って何度か、太平洋への航海に出発。複数の資料は、彼が遠く離れたオーストラリアのバス海峡を訪れたことを記している。ペルーでは、アンデスの革命のヒロインで、革命家、シモン・ボリバルの恋人だったマヌエラ・サエンスとも知り合った。 1854年3月21日、欧州に向けて出発したガリバルディは、タイガワを経由して、イングランド北東部に位置するノーサンバーランド州のサウスシールズに船団を率いて入港した。ガリバルディは、アメリカ国籍の船長としての身分で行動し、船団にも正常期が掲げられていた。とはいえ、すでに、フランス軍を貨幣で破った、ガリバルディの名声は、 欧州全土に広がっており、芝叩く間に、イングランド住民から熱狂的に歓迎された。騒ぎは大きくなる一方で、とうとう入荷するから、イギリス政府の高官まで訪れる騒ぎになった。ガリバルディは高官たちの晩餐会への誘いは丁重に、断ったが、地元の住民たちが金を出し合って、記念の言葉が刻まれた件を作ると、喜んで受け取ったという。 1854年の後半頃にイタリアに帰国したが、すぐには軍事行動を起こさなかった。一族の資産を投じて、カプレーラ等の半分を購入して農業を営みながら機会を伺った。1856年、ダニエレ・マニンのベネツィア国民党に加盟する。1859年に第二次イタリア独立戦争が勃発した。ガリバルディは、 マッツィーニの共和的な理想主義と決別して、サボヤ王家が率いるサルデーニャ・ピエモンテ軍に加わった。陸軍少将として、アルプス両兵隊という義勇士団を組織、バレーゼ、コモ、その他の地で、オーストリア軍に勝利した。オーストリアは、サルデーニャに、ロンバルディアを明け渡し、イタリア統一は大きな一歩を踏み出した。しかしこの戦争の側面の一つは、 彼を大変落胆させる結果となる。彼の故郷であるニースがサボアと共に、プロンビエールの密約に基づいて、フランス参戦の見返りとして活上されたからである。1860年4月に密約を進めた、新仏派のカブールをガリバルディは強く批判し、以降彼の合理主義的政策に一種の憲悪感すら、覚えるようになった。赤シャツ対ナポリシチリア王国軍を破る。 赤シャツ大戦860年初頭、両シチリア王国のメッシーナ、パレルモで起きた反乱は、ガリバルディに活躍の機会を与えた。彼は、約1000人の義勇兵を集め、1000人隊を結成した。2隻の船に分乗して、ジェノバを出発した彼らは5月11日、シチリア島の最西端のマルサラに上陸した。各地の反乱軍を取り込んで軍の規模を拡大させながら、 5月13日には、カラタフィーミで敵軍を撃退した。ガリバルディは、そこで自分がシチリアの支配者であることを宣言した。5月27日には、島の首都パレルモへと進軍し、包囲攻撃を開始した。彼が中東軍に対して反抗していた住民の指示を取り付けたことは、この戦いを有利に進めることのできた一つの原因と言えよう。しかし、 町が陥落するよりも前、援軍の到着により害はほぼ壊滅状態となった。その時、イギリス海軍帝督が介入し、また、ナポリオ王国の艦隊が町を包囲することによって、停戦への流れとなった。ガリバルディは、目覚ましい勝利と、世界的な名声、イタリア中の賛美ビを一度に手に入れた。6週間後には、島の東、メッシーナへと進軍した。 7月末には敵対勢力に残されたのは一つの砦のみとなった。シチリア島での進軍を終え、義勇軍はナポリ艦隊の勢力下であるメッシーナ海峡を渡った。ガリバルディの進軍は地元のレジスタンスに歓迎され、9月7日にはナポリへと入場することができた。しかし彼はナポリを支配するブルボン家の王フランチェスコ2世の身柄は保証した。 シチリア軍のほとんどは依然として、応答派であり、シチリアからナポリにかけて、各地で吸収した、ガリバルディの義勇軍も2万5千人に膨れ上がっていた、ため、彼らの移行を無視できなかったからである。10月1日から2日にかけて、ボルトゥルノでの主要な戦いが勃発したが、戦闘の大部分は、ビットーリオ・エマヌエーレに正式化のサルデーニャ軍に、任された。ガリバルディは、 サルデーニャ王国の首相カブールに対して深い嫌悪感を抱いていた。彼はカブールの実用主義的、現実主義的政策を信用せず、また自らの生まれ故郷ニースをフランスに割上した外交政策に対して個人的な恨みすら抱いていた。しかし一方でガリバルディはサルデーニャによるイタリア統一に惹かれ始めていた。ビットリオイマヌエーレ二世との有名な会談では、 ガリバルディは、エマヌエーレ2世に対し、イタリアの王として挨拶し、握手した。そして全軍に対して、ここに、イタリア国王がおられるのだ。と叫んだ。彼は次の日には一言、陛下、あなたに従いますとだけ言葉を残し、軍の職を辞した。彼が占領した地域はすべてビットオリオエマヌエーレ2世に、献上され、 イタリア統一は大きな軍事的衝突を回避する形で成就した。11月7日には彼の働きに対するどんな見返りも断りつつカプレーラ島へと知りいた。ローマ問題アスプロモンテに佇むガリバルディと兵士たちこのようなガリバルディの革命事業は決して満足のいくものではなかった。アルプス山脈からアドリア海までの完全な自由という彼のモットーから見れば まだ、ローマとベネツィアが未改修であった。マッチーニとて、新たな支配的な政府に不満であったから、新共和国に対する揺さぶりを続けた。ガリバルディも、王の怠惰に不満があり、礼遇に苛立ってもいた。彼が強行領の奪回を意図したのはこの時である。強行領の奪回は、世界中のカトリック教徒から不信の目で見られており、ナポレオン三世もフランス軍をローマに駐留させる。 ことによって、強行量のイタリアからの独立を保障していた。1862年6月、ガリバルディはジェノバを出港し、強行量奪回のための義勇兵を求めて、パンラビチーノが県知事を務めるパレルモに上陸した。熱狂的に、イタリアの完全統一を望む、者たちはすぐに彼の義勇軍に加わり、イタリア本土に向かうべく、メッシーナへと向かった。 到着した時には彼は2000の兵を率いていたが、中流軍は王の指示を忠実に守って彼らの通過を禁止した。そのため彼らは南に転進し、カターニアから出港した。ガリバルディはここで勝者としてローマに入場するか、あるいはその壁の前に倒れるかのどちらかだと宣言したという。8月14日にはメイリトに上陸し、 一時カラブリアの山々を占領した。イタリア政府のウルバーノ・ラッタッチ首相は、この行動を支援することは元より承認さえもしなかった。チャルディーニ将軍は義勇軍に対し、パルダビチーに大佐の師団を派遣し、両軍は8月28日に退治した。王国軍の一人が発砲し、立て続けに一斉射撃が義勇軍を襲った。ガリバルディが 義勇兵たちに反撃を禁止したことから戦闘はすぐに集結し、負傷したガリバルディを含む多くの義勇兵が捕虜となった。政府の帰戦で連行されたガリバルディは名誉ある囚人として収監され、退屈と傷を治すための手術を強要された。彼の軍事行動は失敗に終わった。しかし彼の人気は衰えることはなかった。傷が治り健康が回復すると、 カプレーラ島に帰ることも許された。ベッツェッカの戦いガリバルディ一族、南北戦争勃発に際し、ガリバルディは、アメリカ大統領、エイブラハムリンカーンより、自由主義を報じる北軍の司令官に加わるよう、依頼された。ガリバルディは、奴隷の即時解放を条件に了承したが、開戦初期の時点では、農業問題から、北部も、また奴隷解放には、慎重な姿勢をとっており、 リンカーンはガリバルディへの司令官打診を断念した。1864年、かつて立ち寄ったイギリスを再訪し、ロンドンで再び民衆からの歓迎を受けた。ついでイギリスの最小パーマストン教、ヘンリー・ジョン・テンプルと会談した際、バルカン半島諸国で独立運動を展開する運動家たちを紹介され、彼らを激励すると共に支援を行うための組織結成を模索した。 かつての同志、マッツィーニの青年ヨーロッパにも通ずる動きだったが、実現までには至らなかった。1866年、ガリバルディはまたも立ち上がった。ただしこの時は、イタリア政府の全面的な支援があった。広島戦争が勃発し、オーストリアからベネツィアを奪回すべく、イタリアも、プロイセンの同盟国として参戦したからである。ガリバルディは再び、 アルプス両兵隊を招集する。両兵隊を引き連れ、チロルへと進軍したガリバルディは、ベッツェッカの戦いにおいて、オーストリア軍を撃破し、トレント近郊に迫った。しかしさらなる進撃を準備して、オーストリア軍の城塞を占拠しているとき、王国正規軍は、クストーザの戦いと、リッサ海戦に敗れ、戦線立て直しのために交代するように命じられた。ガリバルディは一言、 アブディスコとだけ伝聞を返して、軍を引き返したという。戦争は北部戦線におけるプロイ戦軍の攻勢によって終了し、戦勝国としてベネツィア改修に成功した。1870年、不仏戦争が勃発すると、フランス軍はローマから撤退した。これに乗じたイタリア軍は、ローマを中心とした強行領の奪回に成功し、 ここにイタリアの統一は完成する。これに先駆ける形でガリバルディはローマ教皇くらいの廃止を含めて領土を私物化するカトリック教会に辛辣な批判をジュネーブで行っている。また不仏戦争中フランス第二帝政が崩壊したことをきっかけにガリバルディは新たに成立したフランス第三共和制を自由主義の観点から支援しプロイセン軍に対する イタリア人義勇兵を率いて戦った。イタリア国民の多くと同じく、長年の反復感情を持つガリバルディは民衆に、私は今までナポレオンの軍を倒せと言ってきたが、今はこう言うべきだろう。フランスの自由を救おうと演説した。ガリバルディの声のもとに、イタリア各地から義勇兵が集まり、さらにアメリカ、スペイン、イギリス、ポーランドからも義勇兵が、 ガリバルディの元に集った。彼らは、両軍から、坊主軍と呼ばれ、プロイセン軍を貨幣にて破って正強な外人部隊と評価された。坊主軍は、脆弱なフランス軍とは異なり、苦戦を強いられながらも一度もプロイセン軍に、敗北しなかった。この縁から、後に、フランス外人部隊に、ガリバルディ家の末裔が指揮する、イタリア人義勇兵旅団、ガリバルディが結成され、 第一次世界大戦で戦果を挙げている。ガリバルディは晩年をカプレーラ島にて過ごした。たびたび王国や議会から十訓や議席が与えられたが、彼は全てを拒んで隠居生活を送った。唯一、ラツヨ地方での干拓計画に関してだけ公式な行動を行っていた。また1879年からは普通選挙の思行を求めた運動にも関わりを見せた。 病の悪化に苦しめられながらも、カラブリアやシチリア島を旅行するなど喫水の旅人としての気質も残っていた。1882年6月2日、カプレーラ島の別荘で、75歳のガリバルディは一族に見守られながら亡くなった。彼は臨終の際、ベッドをエメラルド色とサファイア色の海の見える場所へと移すように頼んだという。 遺言で失素な家族葬を行うように言い残したが、政府は盛大な国葬を行った上でカプレーラ島に埋葬した。その活躍からイタリアでは国民的な英雄として人気がある。イタリアの街ではガリバルディの銅像や彼の名を冠したガリバルディ通り、ガリバルディ広場などが数多く見受けられる。空母ジュゼッペ・ガリバルディ・ガリバルディの名前に由来して、 名付けられたイタリア海軍の軍艦が3隻存在している。その他名前に由来する事物に関しては、ガリバルディから書く記事を参照。ありがとうございます。